日本にはロックダウンつまり罰則付きで、えー、移動を制限する強制的に、えー、制限する、まあ、このようなロックダウンは日本にはなじまないというのが菅総理大臣は3日、えー、はは公明党の山口代表と会談した際全国知事会が求めているロックダウン都市封鎖の検討について 否定的な考えを示しましまたただ、ロックダウンをめぐっては全国知事会に加えて自民党の下村政調会長も国会で積極的に議論すべきだとしています。